卒業生入場です。昭和47年6月25日先生でデビュー、栃木県出身森雅子。昭和48年2月25日天使も夢見るでデビュー、秋田県出身桜田淳子。昭和48年6月25日さすらいでデビュー、北海道出身宮本賢治。昭和49年4月20日ひまわり娘でデビューした伊藤咲子、東京都出身。昭和50年3月25日好奇心でデビュー、福岡県出身黒木真由美。昭和50年4月25日デュエットの大ヒットでデビューした岩崎宏美、東京都出身です。昭和51年2月1日思い出岬でデビュー、岩手県出身新沼謙治。昭和51年8月25日ペッパー警部の大ヒットでデビューしたピンクレディー、静岡県出身増田恵子。昭和52年3月1日お元気ですかでデビュー、東京都出身清水由紀子。昭和53年1月10日ダウンタウンベイビーでデビュー、石川県出身岩城徳恵。昭和53年2月1日朝日に向かってでデビュー、神奈川県出身渋谷哲平。昭和53年3月25日兵庫県出身石野真子、デビュー曲は狼なんか怖くない。昭和54年3月20日デビュー曲一人にしてくれ、東京都出身川崎君明。昭和54年5月25日福岡県出身井上のぞみ、デビュー曲ルフラン。昭和55年5月25日デビュー曲ナンバーワン、大阪府出身柏原芳恵。昭和56年2月21日花吹雪でデビュー、福岡県出身杉田愛子。昭和56年6月21日星屑海岸でデビュー、長野県出身水谷大輔。昭和57年3月1日デビュー曲は未経験、福岡県出身中野美紀。昭和57年3月21日神奈川県出身の小泉京子、私の16歳でデビュー。昭和57年5月1日スローモーションでデビューした中森明菜、東京都出身です。昭和57年12月24日この番組と同じタイトルスター誕生でデビューしたルー・フィンチャウ、南ベトナム出身です。昭和58年1月21日浜辺のマドリガルでデビューした堤久美子、福岡県出身。昭和58年2月21日デビュー曲花あかり、大阪府出身宮原真由子。昭和58年3月21日メモアールでデビュー、東京都出身松尾久美子。昭和58年5月21日コスメスキスでデビュー、松本明子は香川県出身です。昭和58年6月25日デビュー曲バケーション、大阪府出身吹田明日香。昭和58年7月21日ブルーエトランジェでデビュー、兵庫県出身川上幸恵。
昭和58年7月25日デビュー曲デリケートに指揮して東京都出身太田貴子。昭和58年8月21日回り道でデビュー愛媛県出身相田悦子。そしてスター誕生最終回司会は石川きよし横山靖日本一のご料理人です。どうもおはようございます。おはようございます。横山でございます。石川でございます。いよいよ今日で終わりやということで。いや終わりだ、まあ、しかしまあできてはね本当に亡くなり、まあ、生まれてはすぐ終わってしまう、まあ、それません芸能界ですが、うん、12年やった。いやところがね、うん、2人まだ残っとんねん。2人が、あそうですか、うん、これもし残った場合はどうしましょう。残った場合認定証か。あ認定証ね。認定証をこちらの方からですね、うん、審査の先生方から渡していただこう。はあはあ、そして、芸能界でまた活躍ができますように、必ず認定証を取ってもらうように最終回を頑張ってもらいたい。この番組は大王製紙、そして加藤さんおいで頑張っていただきたいと思います。エクボ、さあ今日は皆さん江崎グリコとありがとうございました。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ごゆっくりお待ちください。その時彼は